ジで、ちょっとじゃあ急いで俺倉庫に、蔵に向かって、はい、うん、向かってベッド作るから、うん、サトチンさんそっちで寝てください。グッチさんベッド持ってきてないですよ、このフィールドに。あ、そっか、サトチンさんもじゃああれややられなあかんのや、ほんまや、そのフィールドに、バトルフィールドに、ほんまや、俺たち先走りすぎだな、次回してください。あ、じゃあチェスト作ってここにアイテムを収納しておく。あ、そうですそうです、そういうスタイルですね。うん、あれ、あ、だってどっちにしろさ、どっちにしろ、はっきりしますけど、サトチンさんが死んだ時また同じこと繰り返すわけですよ、言ったら。なるほど。そう、だからサトチンさんも死ななきゃダメなんですよ、やっぱり。ちょっと拠点に戻りたいんですけど、あ、ベースに。そうそう、ベースに戻って、で、木材あります？手元。ないです。うん、チェストも、ないです。ないです。あ、じゃあさ、その辺に散らかしといて、多分取れるわ。はい。うん、その辺にボロボロボロとこぼしといて、こぼしといてくれて。うん。新手な証拠です。そう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 。あーでも木材ないな。ちょ、マジかマジか。うわー、いたたたた、あれ、こういうおっちょこちょいなところあるからね、ほんとにやばいね。おっちょこちょいですね。おっちょこちょいですよ、ほんとに。もう自分は情けなくて涙出るわっちゅうやつですよ、もうマジで。ほんまに。え、で、あれ、普通に石レンガなかった、あ、石なかったっけ、丸石。ああ、でも斧ある、斧ある、斧ある、よし。いやー、恐ろしいわ、びっくりした。俺も一瞬頭真っ白になっちゃったよ。ピト、あ、面白い。エンダードラゴンにすごいダイブしたでしょ、多分。ふわっとふわっと飛んだでしょ。はいはい、うん。リスポーン。リスポーン、来てください。こんにちは。こんにちは。どうも。サトニンです。でもなんとなくエンダ、まあでもね、これすごいね、いい経験できたと思うよ。だから次攻略じゃないけどね、うん。ちょっとあれ、攻略に向けての、そう。ノウハウを学びました。うん、だってあそこ初めて出したでしょ、あなた。はい。ねえ、そもそも出れないことに初めて。ああ、そう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 、やっぱ知識的なところでもね、はい、いや、ぜひぜひサトシンさんのその自分の配信でも、はい、あ、ねえ、エンダードラゴンを倒す配信を何回もやってください、はい、あー、なるほどねえ、うん、もう家作ることもなくいや、でもそれなんかそういう配信も楽しそうな気するんですけどね。うん、ただそのエンダードラゴンを倒したらまたやり直してエンダードラゴンを倒しに行くというような、ひたすらですね。うん、うん、ただやっぱり僕もサトチンさんとこれだけ準備してきましたから辛いっていうのはわかるでしょう、きっと、はい、うん、すぐ倒せるってことはまずないですね。そう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 、そこにたどりにつくことすらも困難ですよ、うん、ね。あれ、じゃあ朝やったんか、夕方じゃなかったんな。はい、朝やったんよ。し、そしたら、うん、太陽高い。てかさ、屋敷作ったけど俺らここで寝泊まりすること一回もなかったな。いや、まあ、ね、久しぶりに入ろうぜ、久しぶりにねえ、頑張って作ったんすよ。いや、そうです、あ、結構俺気に入ってるよ、なんやかんやで。うん、ね、このいろりの感じと美味しそうな麦の俵が、そう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 、ね、温かそうな。食料不足になったら取りますか。うん、いや、そうですよね、いや、しっかりじゃがいもも植えてるんでね、人参も。あ、それ攻撃で使ってもよかったな。もうすっかりこっちのじゃがいもさんも忘れてました ねえ、ちょっと人参持ってこう、ちょっとダッシュするの辛いわ、はい、よいしょ。この、あ、サトチンさん、俺またちょっとポカるところやったわ。はい、うん、ポカるグッチですわ。何をポカったんですか。水中呼吸と足ポーションいりますよ。作りましょう。ほらほらほら、つや作らなくてもだいぶ俺が貯蔵してるんで。あ、素晴らしい。俺の貯蔵庫見てください、半端ないっすから。そんなに作ったんだ。サトニンさん、俺の貯蔵庫見てください。半端ないっすから。すごい。チャラキャラ。うん。ほら、サトチンさん来てくださいよ。俺の貯蔵庫。行ってみようぜ。俺の貯蔵庫見てくださいよ。誰だ俺。サトチンさん、俺の貯蔵庫見てください。おう。どう？嵐があと2個です、ね。半端ないっすから。半端ないっすから。じゃあ一つずつ持ちましょう。一つずつ持ってくれますか？俺の貯蔵庫、半端ないっすから。この醸造台。半端ないですから、まだありますから。あ、まだあるの。この赤くかかってるピアスみたいなの、あれそうですから。すげえ、すごいでしょ。マジ半端ないですから。半端ないですね。半端ないですから。ボート持ってますか、サトチンさん。ボーティングないです。ボートないでしょ。俺の木材半端ないですから。あ、マジっすか。半端ないですから、すぐボートできますよ。欲しいっすか。欲しいっす。欲しいっすか。貸しっすよ、マジで。マジっすか。マジで貸しっすから。貸しっちっすね、うん、そう、しっかり返してもらいますからね、本当に。今度起業した時返してもらいますからギルト人情は。そうですよ。そうですよ。しっかりと仕事回してもらいますから。はい。ね、うん、マジ半端ないですから。いつまでやるんですか。何がこのキャラ。もうええ、もうええ。いやー、いいね。まあでもちょいちょいとこういうの挟んでいかんとね。うん、はい、いやー楽しいから。はい。で、いやー、でもね、そういうふうなね、ショートコントできるのってすごいいいことですよ。はい、いいことですよ。普段一人でおってできないじゃないですか。ああ、確かに。ね、そうですよ。
一人であのキャラやったらどうなるんですか。うん、一人で このキャラやったら、うん、多分まあ相手役も俺することになるよ。あ、なるほど。一人二役やな。うん、まあ不可能ではなさそうやけどね。うん、ただやっぱ疲労とね、知恵はあの何頭はのね、うん、うん、使うのは倍いりますけれどもね。倍以上いりますね。そう、倍以上いりますからね。佐藤慎さんどうすか。レッツゴー。どうすか、俺のこのクルーザーいただき俺のクルーザーどうすか。俺もいただこう。半端ないっすから。半端ないっす、ね、マジ半端ないっすから。見せてくださいよ、あなたのボードさばき。この手こきボード、そうねえ、なんか昔のディスコで踊るブギウギしてる感じがしますね。うん、手を上下にブギウギしてますね。マジ半端ないっすから、そのブギウギ半端ないっすから。これでも見えてけへんぞ。あ、でもこっちの方やったよね確か。あれどこやったっけ。間違いないです。間違いないっすよね。あ、ありましたよ。ありましたか。うん、近いっすね。よし、よし、本当ですね。うん、はい、あ、今なんかさ、ボーンってやってさ、全然話変わるけどさ、はい、ボートが飛び散ったよね。飛び散りました。そうそうそう、なんかボートでボーリングやったみたいね、あ、ちょっと俺自分の配信でその遊びしてみるわ。うん、とにかくボート散らかしたみたいな。ボートでボーリングみたいな。そう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 。あ、で、あ、ユミ結構あんな。オッケーオッケー。からの、糸と、松明、いや、松明もそうやけど、防具、一応防具いるよな。はいはい、はい。うん、オッケーオッケー。オッケーオッケー。ええぞええぞ。行くぞ、サドニーよ。イエサ。うん。まあ、ほぼ暗視ポーションだけでええような気もするんやけどな。まあ、一応保険で水中呼吸もな。飲んどこうか。はい、な、行こうか。よいしょ、おい。おい、いいね、イカさんも泳いどるな。さあ、どうなることやら。行きましょう。僕たちのバトルはどうなることだ。一番初めの目標はエンドクリスタルを壊すこと。そう、壊すことだ。そう、今日のミッションはそれです。そうですよ、とりあえず第一目標。そうだ、あんたもうお腹おったん早いね。はい、早いね、あんたなかなか仕事早いね。仕事早い、早いですよ。うん、仕事早いってなれますよ、佐藤慎さんなら。うん、なれますよ。行きましょう。さあ、行きましょう。もう行きましょうの一言で片付けましょう。うん、はい、ほんなら、まあ、またユミ20本ぐらいかな。うん、うん、はい、じゃあ15本で僕は行きます。なんでやねん、なんでやねん。20本持ってくれて大丈夫っすよ。はい、うん、で、思ったよりもさ、あの落下ダメージが、うん、大丈夫やと思う。はい、ほんまにズドーンとね、うん、行かれへん限りは。だから食料結構持っていっといて、普通に。はい、うん、で、防具も一応 鉄装備しといて。鉄装備ですか。うん、怖いから、エンダーマン怖いから。うん、鉄装備は多分向こうに落ちてますよ。あ、そうかそうか、サトチンさんの、うん、散らかした分があるわ。はい、うん、散らかした意味で行きましょう。あ、剣もいる、剣もいる、剣いる、剣いる。エンダーマンに対しての剣がいる。向こうにも落ちてますよ、きっと。マジで、あなたが散らかしたやつでしょ、それ。うん、いや、グチさんが散らかしたのも。あ、ほんまや、俺が散らかしたのも落ちとるわ。でも、どこで落ちたかね、覚えてへんけど、ここ来とるか。はい、サトに来とるか。あ、そうやね、暗視6本あるし、6本あったらそこそこ明るいんじゃないか、検討できると思うよ。うん、とりあえず一区切りまでは持ち、あ、わお、あんた灰を拾って、あんた灰を拾って、俺拾ってまいそうになるわ。よっしゃ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 、行こう。あんたなんか葉っぱみたいなの持ってへんかった。はい、葉っぱみたいな花がありましたね。花があった、わけ分からへんもんうん、それもサトルのいいところだぞ。さあさあさあ、よいしょ。なんでかんやで早いこと。でもね、あの、ええ加減な高さまで来たら撃つべし、撃ってくださいね。よし、壊した、一個。うん、さあ、早いとこも、なんでやねん。そんな手伝いよりも、あなたは周りを見張っててくれ。来たら教えてくれよ。どうだ、さあ、どうだ。ピンクいから分かりますね。ピンクいから、いや、そうそう、シルエットが分かるだろ。シルエットが分かるだろ。さあ、そろそろ来そうな気がするんだよ。いや、でもこれクソ高いな、これ。あ、左おるよな、おるよな。クッソ高いですね、これ。クッソ高い、もうマジでクッソ高い。これね、ワンサック積み上げても無理なんじゃん、これ。はいはいはい、はいはい、落ちたらやばいパーティー。いや、もうこれもワンサック積み上げて落ちたらやばいです。もう死にますよ。確か23ぐらいでもう死んじゃうんで。やばい、来てる。サトチンさん、ちょっとエンダードラゴンの木引いといて。はい、よいしょ。まだ来てへん、木引いといてね。はい、はい、オッケー。ここ壊せると思わへんかった。一番難しいとこ今壊したぞ、サトチンさん。よっしゃ、よっしゃ、サトチンさん、俺もあかんわ。あー、奈落の底にアメージング一番怖いやつ。あー、ダメだ、うん、あれ、今ドラゴンにやられたんですか。あ、サトチンさん、はい、とんでもないこと言っていいですか。はい、寝てないっすよ、俺ら。あう、またやってますねまたやってますね。いや、極力これ破壊すればいいんですか。破壊していっといてください、じゃあ。はい、ちょっとこれは詰めていきますよ、僕も。で、サトチンさん、ちょっとほんまにこれは、じゃあちょっと、うん、頑張ろう。はい、俺たち、あの、視聴者から見たら、はい、とんでもなく滑稽やぞ、これ
寝てない寝てないって ずっと突っ込まれとったぞ、多分あなたたち一番大事なこと忘れてるって。うん、いやー、部屋まで作ってやで。確かに。やばいよ。何してんの？もう恥ずかしいよ。もう俺はもう恥ずかしくて泣けてくるわ、っちゅうやつや。もう、自分が情けないわー、いうやつやで。ほんまに。ほんなら、とりあえず、ボートだけ作っちゃって。いや、ボートも作られへん。木材ね。木材ね。はい。はい。木材がね。アイテム、武器、斧。斧。やばい、来てる。来てる。誰か来てる。雲。やらせねえよ。よし。ちょっとかっこよくないですか。やらせねえよ。やらせねえよ。やらせねえよ。爆破のダメージも痛いですね。え、それ爆破のダメージも結構広いでしょ、だから。あ、広いですよ。そう、エンダードラゴンに、直接ダメージ与えれるぐらいのもんなんでね。やらせねえよ。やらせねえよ。しつこい？そう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 。いやー、もう暗くてやだな、怖いな。やだな、怖いな。でも仕方がない。これはそっちまで行きますよ、僕は。いっぱいありますね。何しろ。さとちんさん頑張ってます？ひょっとしたら。超頑張ってます。ねえ、さとちんさんの画像データ使えたらいいんですけどね、できたら。うん。ね、暗視ポーション飲んでいきました。まあ、8分以内につくよね。よいしょ。オッケーオッケー。暗視ポーションも飲んざって、飲んざって。飲んじゃって。何個か壊せました、ちなみに。さとちんさん実況してくださいよ、じゃあ逆に。2個壊しました。2個？ 2 個壊しました。2個？ 2個も？ 2 個でした。2個壊したらもう、サトチンさん、俺と並んだでしょ、多分。じゃあ、そういう勝負でいきましょう。いやいやいや、それはないわ。俺のも壊せろ、じゃあ。まだなんかありそうなところあります？高いところ。高いところ、低いところもありますね。低いところも、あ、まだありそうっすか。結構量ありそうやね。はい、おう、そうか。よし、3個目いきました。え、マジで？あんた、なかなかもう飲み込み早いね。飲み込み早すぎるやろ。4つ目もいきましょう、頑張りましょう。え、マジで？あんた、そんなにエンダードラゴン、攻撃されへんっておかしいやろ。影薄すぎひんか？よく言われます。うん。うん。ちゃんとサバイバルモードになってるもんね。うん。そうやで。うん。大丈夫やで。ちゃんと保証するよ。よいしょ。いやー。忍者のストレスモード。ストレスモード。ステルス。あ、ステルスモード？うん。忍者だけに。あんた、あ、次もう一個壊したやん。よし。あんた、なんで俺のこれ画面捉えてないうちにそんなに役立つことするのさ。いや、でもいいよ。だから、さとちんさんが逆にそれやってる間に、はい、ほんまに、バグ壊せれそうやったら、そろそろエンダードラゴン討伐 に入っていこうかなって思うというか、ってなったら、ダイヤの剣とかあった方が絶対便利やから、うん。これって全部破壊するわけでもないんですか？あのね、正直全部破壊しなくても大丈夫やけど、破壊した方がいい。なるほど。うん。って、なんか、偉そうになんか解説してる自分が恥ずかしいんやけど、やめてくれますか、ほんとに。うん。やられちゃって。俺多分、サトチンさんより、この、言うたら、ボンボンのマイクラで、死んでる数多いっすからね。絶対、おう。絶対多いからね。よいしょ。さあ、行こう。OK、ようやく。エンダードラゴンがビヨーンってなってるの、あれは回復してるってことですか？そう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 。それね、引っ張ってんのが。はーい。そうやで。そうやで。高いな。高いんすよ。だから、サトチンさん、ただでさえ高いところ見るの苦手やのに。ねえ。あお、危ない。そんなことない。大丈夫？そうです。高いとこ怖いです。怖い。大丈夫。俺も怖い。大丈夫。大丈夫。あ、そう。エンダーマン。あ、水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 。シャッ。そう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 。あっちあっち。よいしょ。サトシさん、むっちゃ生き残ってるやん。まあ、いや、やばないっすか？そろそろまずいですね。そろそろまずいっすか？あ、もう食料ないっすか？大丈夫？食料もないですね。あららららららら。あと1個ぐらい欲しかったですね。ちゃんと持っていきますよ。ちゃんとグッチが持っていきますよ。よいしょバコーン。ボート壊しましたよ、僕は。ねえ、達人さん。ありがとうございます。僕はボートを壊しましたよ。さあ、何してるんですか？僕を置いて帰る。あ、エンダーマンに殺害された。あ、そっか。うん。残念でした。残念でした。仕方がないですね。達人さん、ほんなら、まあ、ちょっとこっち戻ってきてくださいよ、じゃあ。はい、僕はもうしっかりしっかり待っとくんで、はい、一晩明かしましょう。はい、よし、うん、だいぶグダグダしちゃいましたけど。でも大丈夫っす。僕の今画面にはいろいろな僕たちが頑張ってきた証が刻まれてますよ。ベッドで寝てますんで。うん、まあ、ベッドから出まして、さとちんさん、まずアレスは、はい、暗視ポーションと、はい、水中呼吸ですか？そう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 、を刈り取るんですか、そこの醸造台のとこにあるんで、はい、うん、あれ持ってきてください。はい、まあ、僕は待っときますよ。ありがとうございます。うん、ゆったりと待っときますよ。一人で洞窟探索しときますよ。ね、よいしょ。
でもサトチンさん4個壊してその前に僕の前で1個壊しましたよね。はい、つうことは5個で僕も多分4個ぐらいを壊してると思うから、はい、うん、いやでもビッグになりましょうよサトチンさん。ビッグになりましょう、ビッグになりましょう、まだエンダードラゴン倒してビッグになりましょうマジで。うん、いや大丈夫っすよ、大丈夫っす、うん、しっかりとやるんで、はい、しんがりは任せてください、お願いします、しんがりは。うん、さあ、え、頭ないのこれ、頭あるわ、よいしょ、で、松明持ってちょっと行こうかな。はい、サトチンさん待ってる時間着いたら教えてね。はい、着いたら教えて。なんかこの辺ブランチマイニングしたの跡があんねんな、よう分からへんな。よいしょ、ふん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 、たたたたた、何やそれ、はい、何やそれ、トゥトゥルトゥルトゥ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 ってえ、スケさんにちょっとボコられちゃいました。ボコられた、うん、まあ、もうボコられたらボコり返すよサトニーよもうボコられたらボコり返すんだ、やばい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 、あだだだだ、俺も足場がないわ、囲まれている、うん、大丈夫大丈夫、あらちょっとあらあら、その何ですかそのぼやき実況やめてー、そうですよ、そっちの状況は俺には分からないんで、分からないんだよサトニーよ、はい、うん、しっかりと状況の説明をしてくれ、俺も俺でこれどうなってんの、ちょっと水バケツ欲しいな、バケツ、洞窟探索行くんやったらバケツが欲しいな。つうかさ、はい、あの、1個思った。はい。サトニー、1個思った。何ですか？なんで俺らこんなグズグズしてんねん。はい、ではですね、心当たりで。動画閉じてですね。はい、では僕一人しかいてませんけれども、ここで、とりあえず動画の方の締めとさせていただきまして、はい、サトチンさんとここにリスポーン地点を設定した後、また、そうやね、エンダードラゴン、挑んでいきましょうか。はい。頑張りましょう。はい。ではご視聴ありがとうございました。またね、グッバイグッバイ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 。